今回は高学歴のくせに司法書店に就職した男、有林堂企画開発部滝口剛さんです。よろしくお願いします。お願いします。高学歴、いや聞いちゃってもいいんですかね。大学横浜国立大学の工学部、横国、マジで高学歴ですね。そんなことない。横国の工学部を出たのに有林堂。そうですね。それはご自身ではどう思われてるのかなといういやもういい職場だな。大学の同級生とかと比べると、お前有林堂なのみたいなのってあったりしましたいやそんなことなかったですよ。そうですか、はい、同級生と飲みに行ったりもあるじゃないですか。会計大丈夫だよって言われるんだよなとかそういうなんか悲しいのがあったら嫌だなと思ったんですけど。全然。ちなみにおしゃれなメガネされてますけど、それいくらぐらいするんですか。40万。そんな滝口さんの有林堂しか知らない世界はこちら。33タイトルが集結、配給を超えられるか、バレーボール漫画の世界。バレーボール漫画ですか。めちゃくちゃありますね。何冊ぐらいあるんですか。280冊ぐらい。280、全部バレーボール漫画なんですね。全部バレーボール漫画。ご自身で買ったやつなんですか。そうですね、全部。すげえ。しかもこの33タイトルの詳細が Excel でまとめられてるんですよね。こんなことします。さすが理系ですよね。面白いですね。何ですかこれ。出陣無所校配給軍、キーワード将軍って書いてあるんですよこちらになります。いやこれもうバレー漫画の表紙じゃないですよ戦国時代の武将の漫画じゃないですかそれ。いやいや普通に高校生がバレーする。え、嘘でしょバレー部に所属するための入部試験みたいなのがあるんですけど、はいはい、天井からボールに混ざってボーリングの球が落ちてきた。いやもうめちゃくちゃな将軍が東洋の魔王を目指すみたいな感じで。東洋の魔女じゃなくて魔王を目指す。最初は普通のバレー漫画の匂いしてますけどね。もう8ページ目ぐらいでもうダメですもう8ページ目ぐらいでとんでもないやつが出てくるちなみに何巻まで行くんですか。1巻以上出てないです。え、終わりですか。終わったとは書いてない。いつか急激に始まる可能性もあるんですか。ありますね。気になるの他にもありますよね。殺し屋サムのバレーボール、キーワード記憶喪失。殺し屋がターゲットが大学のバレーの学生さんっていうので体育館に入った瞬間にボールが当たって記憶喪失になっちゃう。記憶失った殺し屋をバレー部員だったんだって騙して一緒にバレーやってるっていう感じめちゃくちゃですね。これも一巻で終わってますよねこれ。そうですね、はい、あとは手のひらに愛を。滝口さんのメモにアダルトって書いてあるんですよ。これは5巻までいきますね。若い男子バレー部の先生がいて女子高生のおっぱいを触っちゃうっていう。はい、それが手のひらに愛をってことですか。そうですね、女の子の名前が愛ちゃんっていうので、はいはい、はい、そっから女の子が先生を好きになる展開で、ただ終始子女みたいな女子バレーの顧問が出てきたりとか、プレーボーイみたいなコーチみたいなのが女子バレー部に入って、そいつに愛ちゃんが狙われちゃうとかみたいなのをみんなで倒そうみたいな展開です、はい、ちょっといいですかはいはい、あーバレー漫画ですね。さあ、あれもう4ページ目でバレー漫画じゃないですあれすっげー監督が出てきます女子の監督やばいです。これはあのブッコの後でゆっくり読ませていただきますエクセルの表を見るとですね、ほとんど一桁台で終わりますよね、関数が。そうですね、なかなか長続きしないですね。バレーやってない人が読んでくれないとかはあるかもしれないですね。でもその中でも長く続いてるものとかもありますよね、はい、有名どこでいくとアタックナンバーワン。全日本男子とか女子のバレーがすごい強い時期で、特に女子バレー東洋の魔女みたいな、はいはいはい、東京オリンピックとかがあった頃とかですよね。あとはザ・ビーチスターズっていうのもありますね。ビーチバレーの漫画ですね。10年ぐらい前ですかね、浅尾美和さんが出てきて、はい、ビーチの妖精っていう感じで、はいはい、テレビで取り上げてもらったりして、それで結構人気が出て。なるほど。でもそうなると配給って相当業界激震というかすごい作品ですよね。関数ももう40巻以上出てますし。有林堂の中でも売れてるんですか。爆発的に売れたっていうよりは安定して売れてる本で、息の長い商品ですね。配給ってなんでここまで人気が続いてるんですかね。バレーやってない人にも広がったのはあるのかなと思いますね、はいはいはい、女性人気とかも高いのでグッズとかも出てたりとか。ちなみに配給以外ってなると長く続いてるのに針金サービス。針金
サービスも長いですね、24巻。そうですね、24巻で一旦終わった後、続編の針金サービスエースっていうのが今7巻まで出て続いてます。針金サービスのキーワードのところに特殊能力って書いてあるんですけど、そうですね、これ何ですか？現実にはないようなプレーをしていて、はい、サーブでネットインって言ってこうネットに当たって落ちるみたいなのを狙ってできるんですよね、主人公。それで十何点連続サービスエースみたいな手を針金で固めるイメージって言ってサボ打つみたいな、はいはいはい、針金サービスです。なるほど。あとは神様のバレー、これもまだ継続中ですね。そうですね、22巻出てて、これちょっと珍しくて主人公が選手じゃなくて監督やるんですよ。中学生のバレーチームを全国優勝させるのを弱小チームに入ってやる、はい、あとベニーロヒーロー20あ、完全に少女漫画ですね。そうですね、恋愛の面が強くて、主人公の女の子が家を飛び出して強豪校の男子バレー部の寮に寮母さんとして入る、はい、そこの寮生がバレーボール上手くて、そのうちで三角関係みたいになっていく。そうやって見るとバレーを畑にして違うものを描く漫画が多いですよね。ギャグ、記憶喪失、アダルト、寮母さんとの恋愛。まあバレーボールだけじゃなかなか受けないっていうのがちなみに背景爽やか一辺倒。やっぱそうなんですね、ストロングスタイルだからこそ続いてるみたいなことも。そうですね、王道の青春漫画、はい、努力勝利。失礼ですけど殺し屋サムのバレーボールが40巻までは出ないですよねそうですね、記憶戻っちゃうと思う、どうしようって話なんで滝口さんがおすすめする知られざる名作とかありますか？ケンタやりますっていうちょっと古い漫画なんですけど、他の漫画でも多いんですけど、身長が低いけどバレエを頑張って大きい人たちを倒すみたいな展開で、まさに高校生の部活を描いた漫画で、一番好きなのは最後の最後の5ページぐらいに大きなオチが待ってるところで。最終巻だけ見てもいいですか？あ、なるほどなるほど。最後のケンタでかくないですか？でっかいです、もうとんでもなくでかいです。そうですね、そのページの前まではずっとちっちゃかったんです。あ、確かにそれまでめっちゃちっちゃいです。コートの中でもひときわ小さいですね。そうなんです、ちっちゃい子が頑張るバレー漫画だったのに。最後4ページ目ですね、もう何でしょう、本当にバレーボール選手の体になってます。って声出ましたね、思わず感動返せみたいな感じ続編ないなって感じです。いや、続編ないですよね。あとは VS アゲイン。 VS アゲイン、実業団に所属してる人で、バレーの面よりも仕事の部分を書いていたりして、バレー漫画なんですけど、めちゃくちゃみんなスーツ着てます。だって第1話がですね、営業 VS 広報第2話営業 VS 取引先第3話でようやくバレーっぽくなんですよね、先輩 VS 後輩とか。第4話は戻ります、部長 VS 常務。こんなバレー漫画あるんですか？バレー部の存続をかけて仕事とバレーの練習とどっちを取るんだみたいな感じに上司に言われたりとか。池井戸潤の匂いがしますね。あ、これちょっと面白そう。他にもおすすめありますか？これも打ち切られちゃったやつなんですけど、プチンアタッカーっていうのも。プチンアタッカー、はい、リアルな高校生の男子バレーっていう感じで、はいはい、試合の前に5日で1万本アタック打てみたいなこと言われたりして。5日で1万本？1日1000本。漫画の中でもやってみたらそんなのすぐできないって気づいたって言っちゃうんですけど、漫画で1万本打ちましたにはせず、結局打てないんですね。打てないけどやろうとしたっていうことで認めてもらって、1年生だけど背番号もらって試合にも出れるみたいな感じで。なるほど、いい漫画っすね。そうなんですよ。他にもこのシーンいいんだよなみたいなとこありますか？対戦相手の学校で中学時代に同じチームのエースの人と対戦したことがある人が出てきて、中学の回想シーンがあって、中1の夏の大会、お互い1年生ながらすでにエースで。なるほどなるほど。で俺が打ち勝ったっていうんです。でもその人は背が伸びないまま高校来ちゃったけど、小さいけどバレー頑張って同じ舞台まで来て、それでも俺はバレーをやめられなかった、わあいいですね、もう一度お前に勝ちたかったからだ、はい、そうなんだでやられちゃう描かれてる方がクソ悪者みたいな。そうなんですよ、パワーで吹き飛ばすみたいな、どっちかというと主人公のチームが悪役っぽい感じの描かれ方して、化け物目ってやれてますよね。そうなんです、もうこれちょっと面白そうですね。このまま順調に予選を勝ち進んでいって、はい、5巻の最後で準決勝勝って、ずっと倒したかった1位の学校とやれる展開に進むのかと思ったら急に終わります。え？ちょっと5巻いいですか？なるほどなるほど、勇気なんだ。で、おー2セット目取り返したってなって、はい、シャーってなってで、はい、準決勝進出を決めた。マキさん、こんなもんで満足すんじゃねえぞ。はい。え？で終わりです。いや。
他の打ち切り漫画とかでも最後はもうちょっとなんかこの物語は別に続くみたいな綺麗な終わり方するの多いんですけど、なんかこうえっていう後書き完結させることができず本当に申し訳ありません。この1年で学んだことを絶対に無駄にしないよう、次の作品でも笑って泣けて最高に熱くなる漫画を目指してまた走り出します。いやもうこの続き書いてよって不沈って書いてますけどめっちゃ沈むじゃないですか激沈です。激沈ですね。うわ続き気になるっていう、ぜひ書いてほしい。五感を持っていただいて、ひょっとしたらね編集担当の方や作者の方も見てくださってるかもしれないので垣内さんからお願いの方を。続きが気になって夜も眠れません。お願いしますぜひ続き書いてほしいです。お願いします。講談社さんお願いします。むしろ違う出版社で出してもいいから違う出版社で